はい、皆さんこんにちは。カルチャップスターズターザンの放送です。そして大川さくらです。あの、横です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、紋章がね、追加されました。追加されましたね、はい、そうそう、たまもん、たまもん来ましたね。略してね、はい、はい、まあ、これがみんなの紋章力チェック、略し、はい、略し、もう見えてる、見えてます。これが紋章力です。はい、で、まあ、紋章力ってもう何本あればいいのかというと、はい、ね、とりあえず今一番高いのがこれなんですよ。対属性の心への極み、はい、これ必要紋章力5000ということで、はい、まあ、なかなかにね、きついよね。きついっすね。友情ロックの向こうも4300、高い、結構高いんですよ。はい、うん、あ、高いな、だいぶこれね、まあ、やり込み要素だよね、うん、そうですね、うん、なんで、まあ、このね、紋章力をちょっとみんなチェックしようという、はい、はい、感じの、まず私、まず火、はい、が5306ということで、はい、なかなかギリギリのと才能だなと。まあ、でも5000年あるからね、はい、そう、発揮してるね。 OK、うん、大丈夫だね。はい、そしてクリア、水、はい、もうつけちゃってる。5454、おー、5000乗ってる。 OK、 ギリギリセーフ、セーフ、セーフ、はい、5000乗ってればね、今のところは大丈夫、今のところ大丈夫、うん、でね、これつけました。はい、あー、大化の心へ興味ない、はい、で2個目もうなんか開けたんですけど、とりあえず開けとくだけ開けとくみたいな。なんか開けて、なんかこの大化の心得2つつけれないかなみたいな思ったんですけど。あ、はい、でも意味ないつけれなかったっす。なんで、そう、あの、同じやつはつけれませんよという感じですね。そもそも本当セット中になってますね、はい、でも他の属性のはいけるから、うん、うん、はいはい、うん、全特化にもできるっていう。あ、でも、あ、そう、セット不可なのはこれは、ね、根気が足りないからですね。はい、はい、なんで、まあ普通に光闇に、うん、なんか何、属性キラー的な感じでつけてもいいんじゃないかなと、うんうん、思います。はい、そして木、シュッ、スローモーション、ギリギリセーフ、割とギリギリなんだ。いや、でもだってそうなんですよ、で、はい、全部5000って全、うん、属性50体以上でしょ。うん、うーん、いい曲ね。まあでも、あの、これ、これ多分この木に関しては、あの、なんだ、この辺、この辺がいないと無理だった気がする、この辺。あー、はい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 、細かいやつ、そう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 、この辺の周り26とかが、あの、働いてると思う。なるほどね、うん、まあまあ、でもとりあえず5000乗ってればね。木に関しては50体いないからさ、これ、はいはいはい、うん、30、40、42体しかいないから、うん、あの、クソ切りですね、うん、はい、あれも乗ってたんで、せー、まあ、でもさ、はじめさ、はい、根気がさ、限られてんじゃん、うん、あんまりもらえないからさ、うん、1日ちょっと冷めていく感じだからさ、そうね、まあ、そんなになんか他の属性から埋めていくっていうのもありだから、うんうん、全部なんか5000まだ乗ってる必要はないのかな、うん、確かに、ね、思ったり、はい、そもそもつけるために必要なのは使えないですね。はい、光、お、光結構高い、結構高い、なんか結構高いですね、うん、まあ、光が50体超えてたんでって話ですね、うん、はい、6300ということで、あ、ティグノスとかね、作っちゃってるからティグ、ティグノスとか、ね、いいじゃん。あ、こいつ混ぜよう。混ぜたら3あれ、はい、3あれ、そう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 、面白力、闇、はい、5000なるんです。うん、おい、はいはいはい、というわけでね、うん、全部結構ギリギリだった。まあでもね、とりあえず乗ってれば、うん、こんなもんだと思うけど、でもほんとね、乗っててよかったっすわ。ちょっと結構ね、実は50体いなかったから不安だった。ああ、なるほどなるほど、うん、まあ、よかったっすね。まあ、でも後々ね、まさかさ、紋章力1万必要とか最終的になってきそうじゃん、はい、そう、ありえるんで、うん、まあでも1万いる、ある人って多分ほぼいないんですよ。1万だって、全属、全降臨キャラの裏表作ってる人がそのあたりとか、あとガチャゲー運極クソ持ってる人が1万超えみたいな感じなんで、降臨だけじゃ絶対そんなにいかないよね。いかないですね。まあ、言っても面白く必要なの6000とかになるんじゃないかな次、うん、で、あのね、やっぱり今一番強いのって結局この属性の心得なんですよ、うん、で、もうこれね、あの 1.1 倍になるだけでも相当でかいんで、はいはいはい、あの、まずは500目指すといいと思います。はい、まずは、うん、そう、まず全属性500目指したらもうそれだけでこの 1.1 倍友情にも乗るんでめっちゃ強いんですよ、うん、で、まあ、ここっすね、500、1500が目標だと思いますね、うん、これ超えてる人は結構いきなりこの5000ってさ飛ぶからさ、ね、一気にね、うん、来てますね。ちょっと難しいところなんですけれども、まあ、はい、その時はまあ3000とかで、うん、まあ一旦ね、この辺やねんだな、これ。まあやっぱその必要な攻撃の効果の効果とかね、その、うん、紋章力にやっぱ寄ってるよね。そうですね、これ攻撃の効果の効果すると人気とかすごいサクサクになると思うんでね。そうですね、はい、ぜひね、はい、いろんな、まあ、こうなんか目標として
ちょっとずつ面白く上げていくといいと思います。はい、ただまあやっぱ1万5000とか必要なやつとかあるから結構計画的に使わないと。本気ですか。そうそう、本気がね、うんうん、だから単純計算1日1000だから15日かかるから。そうなんですよね。そう、俺もこの無駄が外したいもん今俺5000も5000も持ってかれるとだいぶきつい。とりあえずなんかそう、人柱になったんだ俺は。まあね、とりあえず1万も早速つけてたもんね、うん、どんな感じなのかっていう。外したすぎる、まあ、まあ1ヶ月後とか。そう、うん、1ヶ月後にも外せないと思いますよ多分。きついか、うん、やっぱり根気足りない、はい、うん、というわけで、じゃあ次宮坊行ってみましょうか。はい、はい、じゃあチェンジします。はい、ということで、ね、お次は宮坊の温床力見てみましょう。はい、坊さんね、僕より運極多いんで。ああ、そうかそうか、うん、まあ、でもこれもう見てる通り根気めっちゃ使ってるんですよ。前回も押したの前回も押した、うん、これはもうバラ全部使ったもんね。まず解剖したんだ。はい、めっちゃ悩んだんですけどね。はい、ということでふん、はい、6009。はい、おお、高え、いいよ。まあ、こんなんでまだ火はつけてないですよ。火ってでも結構低くなりがちなイメージあるから。それも癖あると思う。なんか光闇が増えがちではありますね。でもこれ見てください、この中途半端なやつアレキサンダーオールね。そうそうそうアレキサンダー大王オールね。そうですよね。アレキサンダーきついです。さあ、まあこんな感じです、火は。はい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 。まあ、まあ、ちょっと余裕なかったなと思います俺も。あ、意外にもっといってたと思った。もっと、うん、正直いってると思ったんで、まあよかったっすね。よかった。はい、じゃあ水いきます。水のやつはとりあえずものをつけたんですけど。7近い近いっしょ。ほら2しか来ない2しか来ない2しか来ない。すごくない。すごいすごい。ハンニバルにつけたのね。ハンニバルにつけました。もうね、何がついてるんでしょうか。ついてるやつ、はい、こちらです。あ、もうこれ完全にラグナロックキラーになりましたね。ラグナロックキラーですね、はい、なんかまあ、聞いた話なんですけど、まあ、全然わかんないですけど、この大化のこれ極みついた状態でさらに遊撃、うん、ついた状態の友情だとなんかあの雑魚弱点の雑魚なんか友情だけでやれるみたいな、うんうん、弱点全部5発当たればそうっていう噂っになるらしい。そう、まあ、まだ試してないとわかんないですけど、まあ、だからとりあえずこれにしようって思って、うん、そうなるとだいぶ楽ちんですよね。だいぶ楽ちん。いやね、やっぱ爆発的性紋章つけるのが俺はいいと思うな、うんうん、今のところやっぱ爆絶以外で紋章が必要なほどの難易度とかってほぼないんで、ね、ほぼないっすよね、うん、でもまあ紋章前提のクエストは今ないんで、はいはいはい、うん、まあ、だからとりあえずまあ、まあ、多分ラグナロク、まあ、楽になさせるってことだよね。そう、ラグナロク運極にするなら、うんうん、まあしばらくつけるでしょってことで、うん、でまあ友情コンボロック運行もつけてると、はい、間違いないですね、はい、でもう一個オープンさせて攻撃力ダウン向こうをつけて火の時のまま回る。確かに一気もなく勝利になりますねこれ、うん、はいって感じです。はい、はい、水こんな感じです、はい、ウッドいきますか。ございます。おお、まあ、木がね、うん、少ないかな。いや多いけどね、多いんだけど、うん、まだもうブラドツェペッシュできとるね。そうだからとりあえず紋章力もこれからのために上げようと思っても、うん、今頑張ってます。はい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 、まあこんな感じです。まだ木はつけてないです。もうほんと根気が足りないんで、うんうん、はい、じゃあ距離いきます。はいはい、おお、多いね。やっぱ多くなんだ。ロゴロゴ、うん、イエーイ。そうね、これなぁ、さっきのおるからな。ギルボー作ってないんだよ。なるほどね。ギルボー作ってないです。俺のギルボーはいないと。俺のギルボーはいないです。俺のギルボーで見る、いるよ一応。だって20以上でカウントされますからね。そうだね。そう、確かにそう。ギルボいるよ。あ、いた、50。あ、でもギルボ50。それなりには戦ったんだ。見て、ガチャゲンみたいに混ざってるでしょ。ゴーストより下だからね、うん、光よりも下だからね。こいつも作ってないから。あ、スパロー、うん、俺もこれやってないや、うん、まあこんな感じですね。なるほど、はい。して、あと闇か。はい、闇7005円。ほら、大台乗りましたね。大台乗りました、まあ、闇が一番作ってるね。やっぱダクドラカウントされないにしても、そう、ダクドラカウントされないにしても、うん、だからダクドラいっぱい種類いるから。確かに3種類いる。3種いるんで、ダクドラもいるから、うん、はいはい、まあそこら辺もカウントしてみたいな感じ。なんか、うん、とりあえず闇に気がちだったかな基本。まああれっすよね、やっぱり、うん、なんだろうな、回りやすい降臨が多いですよね。回りやすい降臨が多いような、うん、気がします。はい、まだ感じで、はい、はい、ということで宮坊は余裕の5000超えというわけですね、はい、まあまあこれから頑張ります、はい、じゃあ馬場さんのもちょっと見ていきましょう。はい、これかなりね、僕も気になるところ。これも気になる、はい、じゃあいきます。どうぞ。
はい、ということで最後は私の紋章力、これが一番気になる。はい、はい、いきまーす。ピッ、9戦紋章力、おお、1500超えてんのでかいっすね。あ、そう、あれつけられるじゃないですか、だって。いや、まあ、結構俺は多分ね、火が一番しつくんじゃないかな。あ、そうですか。1500多分第二目標になるんで。いや、なんかやっぱコラボ系がね、もう死ぬほど多いのね。あ、やっぱ期間限定のやつってもう作んなきゃしょうがないかな、うんうん、ガンガン作ってんの。はいはいはい。だから上の方にいるやつも大体期間限定のやつでしょ。イザナミを貝の方、貝の方です、うん、まあ、実力重視だから。そしてあの伝説の、伝説のなんだっけあいつ、どれ、伝説のエールソレイユ。そう、エールソレイユ。じゃあそれだ。まあ X の方はもう力だからこっちもまあもうすぐ力ってことね。うん、素晴らしい。で次、水、あ、水も少ないな。水もでももうすぐあれですね。もうすぐ行きます。うん、てか山竹意外といってる。本当だ。山竹楽勝だったからね。最後、はいはいはい。意外と55だから折り返してるんですね。折り返してますね。いい感じ。ショコでね。ショコでやってる。うん、ショコでやるのでかいよね。本当だ。コラッケ本当に多いっすね。うんうんうん、まあ予想戦も強くなったし。うん、どうですかあの。ノスタダムスラックで20とかじゃないですか。それビビる。全然でかい。50とか。でも次は、はい、金もまあまあいい。あ、超えてますね。うん、1500。これマジさ、迷いちゃんマジ地獄だったんだけど。いや、迷いちゃんね、メダルがきつかったですね、あれね。きついきつい。で、これしかも五木とかね。うんうんうん。小川さんも終わらしてる。本当だ、小川さんも終わってる。小川さん終わってます。意外と俺しっかりやってる。やってますね。一番でかいのが2000超えの光。光はやっぱね、限定、そのやっぱコラボも多いしね。うん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 、ジャックスパローも終わっております。いいですね。はい、なんで結構しっかり気味。なるほど、なるほど。結構大事なところを抑えてる感ありますね。うん、抑えてる、抑えてる。ブラッドレも終わったりしてちゃんと。素晴らしい。はい、で、闇もまあまあ高いよね。はいはいはい。高めの設定でございます。すぐ2000。はい、つくの読みも結構いってる感じですかね。つくの読みもまあ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 、かな。あ、ハムハムハム。あ、じゃあでも結構いってるな。これ初期に来たらもう楽勝ってことですね。そうね、まあ、近いうちにはあるかも、はい、山竹まで来てるしね、うん、なるほど。なんかやっぱダイナもね。あ、ダイナダイナ俺ダイナ俺ダイナすげえ。うん、でまあ光の話をすると何をつけたのか。まあもちろんこれね。うんうん、はい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 。とりあえずつけとくにはこれ。そうですね、かなと。これはかなり強い。まあでも実際問題、ウリエルってまあどこでもつけてくから、うん、まあ、別に闇じゃなくても、まあ、全属性つけてもいいぐらい。確かに確かに。とは思う。はい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 。そう。だけどまあ今のところかな。とりあえずつけて、あのまあ分かりやすく強いのはやっぱこれかな。うんうんうん。うん、いいっすね。まああるかな。いやーいいね、はい。じゃああれですかね。次はとりあえず水の1500を目指すという感じですかね。ああでもね、俺はね、好きだっけ？水だし。水だし。どっちかというと属性1個選んで、うん、それを一旦5000にしようっていう考えだから。なるほど。確かに確かに。よらす。うん、あ、そう、それの方が早いっす。そうそう。だから俺はちょっとそういう作戦でいこうと思って。はいはい、なるほどなるほど。一個ずつ埋めてった方がなんか確かに、あの気が楽かもしれない、気が楽っていうか。だし今回の紋章が発動したことによって、まあ、あの運極をあのこう迫られてる人々結構多いの。いやーそうですよ、周りも多いから、うんうんうん、ちょそういうのでみんなでグループ作ってチョコ回そうみたいな話をしてる。おお、うん、僕も手伝いますよ。僕も手伝いますよ。いやまああれだから、まだ運極 になってない人たちがいっぱいいるからあのダクドラは手伝いますよ。 G とかね、G とか P とかいるから。ああ、なるほど。ギコペン日和ってやつですね。ビオリ。B とかね。はい。B B カワジとかね。ああ。ピナエとかね。とかのグループとかね。その辺もちょっと、ね、はいはい、みんなで一緒にやろうかな。え、だからなんかマルチをする機会が増えそう。うん、そうですね。だって言ったならば、あのちょっとこれなんかあれなんですけど、うん、次の M4 の挑戦って、うん、結局4人。あ、モンショー多分つけたパーモンスターでいくんですけど、うん、あのね、なんか正直極端に簡単か極端に難しいのどっちかのクエストになると思うんですよね。ああ、クエストじゃん。そう、まだこのモンショー出て初めて追加の爆絶クエスト来ないとなるんで、モンショー4人連れてきたらそれは楽になるんじゃないかと。うん、だよね。逆に言うとそれ前提のクエストかもしれないんで、それ前提だったらきついね。そうなったらめっちゃむずい、どっちか、めっちゃ簡単かめっちゃむずいのどっちかだと思います。前提はきついんだな。これ喋ったのをテルシー見てるかもしれない。そうだからもうそれかもう全部ハマりゲーにしたらはいはいはい、あのそれはあんま差出ないんで。確かに確かに、ハマりゲーになるかもしれない。じゃあ次は反射、次も反射でいいね。まあ、っていう考察を楽になるっていうオブジェクトだと思う。
だから多分500円になるんだったら次4人紋章だったらめっちゃ簡単だと思う。じゃあ頑張ってね、根気貯めよう、うん、貯めよう根気が大事なんで、はい、あとまあ運極ってさ今作りやすいのくなったと思う。そのやっぱ書庫があって、しかもさモンスターが強くなってるから、うん、昔のクエストってさ、まあ、言ってもさその運枠4とかでいけなかったことが多いじゃん。そうですね。で今いけるからさ、うん、毎日で本当やりやすいんだ。びっくりするでしょ。それはなんか実感する。だからこれこんな簡単やったっけみたいな毎回言ってるもんね。なんかいろんなのやりながら、あれこれめっちゃ簡単じゃない？こんな簡単だったっけと思ったの。みんなね、ちゃんとなんかマルチで回すのが一番効率がいいと思う。そうですね、メダルもね、回収できるし、ね、確かに4人でやったらってプラスだから。そうだからね、新降臨ね、来たらね、これガンガン運極作っていこうって俺も思ってます。メダルも稼げて、運極もできてみたいな。だから結構運極作る意味がね、さらに増えたっていうのはでかいよね、運極ボーナス以外にね、うん、頑張りましょう、はい、頑張りましょう。ということで、なんとか5000乗せたいわ、まず光から、うん、アバゾンさんのありがたいお言葉、はい、でございました。使っていただきました、はい。皆さんも頑張りましょう。よいしょ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。よし。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。